こんばんは。1月23日しゃべくり松代326回目です。今年のお正月は雪が少なく暖かい日が続きまして大変過ごしやすかったのですが、中旬からだいぶ雪が降りまして、先週末からもまた雪が降りました。ここ松代でも今道路の脇にその除雪された雪が高く積み上げられていて、で今日はまた一段と冷え込んでおりますので、なかなか雪も溶けません。そんな松代ですけれども、今日の話題はとても、暖かいでしょうか。そんな話題です。あんずスイーツで町を元気にという話題でお送りいたします。ゲストをご紹介いたします。あんずスイーツ研究会の会長で大当たり製菓代表の大当たり久人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう一方は、実は告知では、土屋恵里香さんというふうに告知しておりましたけれども、残念ながらインフルエンザで、ということですので、今日は長野市松代支所の支所長補佐小林盛雄さんにご出演いただきます。どうぞ小林さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではお二人から、このあんずスイーツで町を元気にという話題でお話を伺いますが、まずこの事業が長野市の地域きらめき事業として行われたということですが、そのきらめき事業について小林補佐さん、ご説明をしていただきたいのですが、お願いします。はい、きらめき事業と呼ばれている一市町一モデル事業は、地域を元気にするため、地域の個性を生かし魅力を高める、地域オリジナルの資源を活用する、住民と連携した独自のモデル事業を展開するもので、平成28年度から30年度までの3年間を予定しています。はい、そして今回あんずを取り上げることになったのはどうなのか、よろしくお願いいたします。はい、あんずを用いたスイーツの開発ですが、平成25年に松代地区住民自治協議会が策定しました松代地区振興計画では、あんずや長芋のギフト化推進が目標とされています。またあんずのルーツとして、松代のあんずは第3代松代藩主雪道公に15歳でお越し入れをした伊予宇和島藩の豊姫様が故郷を忍んで持ち込んだのが始まりとも言われておりまして、これをきっかけに松代であんず栽培が広がったと言われております。松代ゆかりの果樹と言えると思います。さらにあんずの栽培が盛んな東条地区は標高500メートルほどの西向きの傾斜地にありまして、石や岩の多い水はけの良い土地で、あんずなど果樹栽培の適しております。また長野県はあんずの生産量が青森県に次いで全国2位の特産品でもありますので、あんずのスイーツに取り組んでいるところです。はい、あんずスイーツ、あんずのお話が今出ていましたけれども、豊姫様、実はあの 西条の恵妙寺山というところに豊姫様のお玉屋があって、まあ、古木があるんですけれども、その豊姫様にゆかりのあんずが、今松代の町から見るとちょうど東の山手にあんずがたくさん植えられているんですね。そこが東条というところですけれども、そこで作られたあんずをスイーツに使うということでこの事業がある、行われているというわけでしょうか。はい、はい、それでは、その事業に関わっている事業者をご紹介ください。はい、開発メンバーはあんずの生産者であるハーモアグリさんと当店大当たり製菓舗、それと角屋さんと蔦屋さんです。はい、はい、お菓子屋さんは大当たりさんと角屋さんと蔦屋さん、はい、はい、みんなあの老舗ですよね、松代ではね。まあまあそうですね、はい、はい、それと、皆さんまだとても頑張ってらっしゃるお菓子屋さんがまた今回もとても頑張っていただいているということですね。はい、はい、それで、その事業者さんのハーモアグリさんですけれども、東条であんずを作ってる事業者ですね。そうですね、はい、東洋のあんずもあの高齢化でだいぶこう一時あの畑が荒れてきて来始めたというところもありましたね。はいはい、で現在あんずの供給は十分にいきそうですか。昨年、今年度から、はい、あの製作量を増やしていただきまして、はい、であの
来年度はもっと増やすということなので、はい、この先は多分もうちょっと多く供給されると思いますので大丈夫だと思います、はいはい、そうするとじゃあ荒れた土地にまた杏の木を植えたりなどして、うん、きっと杏の花の花も、ね、そうですね、はい、楽しめますね。そうですか、はい、ありがとうございます。それでは、研究から商品開発までの経緯について小林補佐さんお願いいたします。はい、杏を用いたスイーツやお菓子はすでに多くの先例がありますので、新たな購買意欲の向上にはプラスワンの発想が必要だと会議で考えました。そのプラスワンは童謡です。松代は童謡の作詞家作曲家を数多く輩出していますが、童謡が生まれる背景には豊かな里山の原風景があるからだと考え、プラスワンとして童謡の町松代を杏スイーツのイメージの柱に据えました。今年は各店舗ごとに童謡の曲目を決め、童謡をイメージするスイーツを創作してもらうとともに、パッケージデザインが、今こちらのパネルになるんですが、このパッケージデザインを松代在住の画家鶴田智也さんに制作していただきました。そのパッケージもとっても可愛いんですけれども、鶴田さんも松代のいろいろな行事に協力して、絵を描いてくださってますよね。ちょうど実は私の娘と、同級生なんですよね。そうなんです同年の人が頑張っているっていうのでとっても嬉しく思っています。はい、でパッケージもさることながら、それぞれ のところで皆さんね頑張ってくださって、それから童謡なんですけれども、町郎が童謡の町というのはそれもこのお菓子のと一緒にこう広めたいなと、今回それと一緒にしていただけるっていうのは、実は私はちょっと合唱やったり、それから、童謡の歌姫巡りなんかもやっておりますので、大変今回嬉しいなというところなんですけれども、童謡の作詞作曲家が松代ではたくさん出ていまして、そちらその作詞作曲家の作られた童謡が本当にたくさんあります。それをその中から今回3曲選んで3つの店舗でやってくださったというので、また本当に嬉しく思っていますが、まずここでじゃあ、商品の紹介を大渡さんお願いいたします。はい、画面の方の左側から紹介いたしますが、一番左側は角屋本店の小鹿のバンビあんずケーキです。特徴は小さく刻んだあんずを生地に練り込みまして、バンビの柄を表現いたしました。続いて真ん中が蔦屋本店の汽車あんずカステラです。ブラックカカオで汽車をイメージいたしました。カステラは長芋と豆乳を入れたカステラで、特産のアンドジャムをサンドいたしました。ちょっと甘酸っぱいカステラです。一番左側が当店大当たり製菓法のお猿のかごやアンズカステラです。食感が残るアンズと特製生クリームをサンドした冷たい生クリームのどら焼きです。クリームが大変たくさん入ってますので、そのボリュームに満足していただけると思います。うちのそのあんずの場合、あんず生どらの場合はどら焼きの皮の色がお猿さんの色に似てるとか、切った断面が笑顔に見えるとか、いろいろあるんですけれども、一番は東城の先ほど出たあんず畑の上の斜めに走っている道路なんですけれども、そちらの道路で山上先生が、そこにお猿の鏡が往来したら面白いだろうという空想から、お猿の鏡という歌詞が生まれたので、まあ、こちらのどら焼きとかカステラとかあんずケーキを召し上がりながら、そんな風景を思い出していただいたら嬉しいと思います。はい、そうですね。はい、3店舗それぞれが工夫を凝らして本当に美味しそうなお菓子ができていますけれど、確かに大渡さんのどら焼きもう私いただきましたけれど、本当にクリームはたくさんですし、その中にあんずがちゃんとこうコロッと入っていて、そのあんずも美味しくて、とてもおいしいお菓子でした。ありがとうございます。はい、ハーマングリさんの ご協力のおかげで、そうなんですね。はい、ハーマングリさんのあんずをこのようにということですね。中のあんずはつけてあるのですか、一度。あ、シロップ漬けになってます。シロップ漬けにしたものをああいうふうに入れてるわけですね。
はい、とても美味しいお菓子に仕上がっている3つですけれども、またパッケージとそれから童謡と組み合わせてるっていうところが松代らしくてとてもいいなというふうに思います。それではこの3つ出来上がって、今までどんな取り組みをしてこられたんでしょうか。はい、昨年の11月23日になりますが、松代城の二の丸広場で行われました食の合戦で販売をいたしました。通常は各店舗をお店で置いていただいているんですが、今画面に映っているようにですね、お菓子3店舗のお菓子を合わせまして、それからポストカード、それから同様の花火巡りができる巻物も今回特別に作りまして、それらをセットにして販売させていただきましたところですね、大変 ご好評をいただきまして、初日の午前中に完売することができました。はい、今のお話のこのはがきですね、はい、それから巻物、はいはい、その巻物は中どんなことが書かれているんですか。やっぱり鶴田さんの絵で、はいはい、お手が鶴田さんの絵になっています、はい、裏側にはそれぞれのお菓子の説明と、はい、それから松代の町内に数多くあります土用の花火の地図がついております。そうなんですね。お菓子を味わっていただきながらですね、また松代の花火巡りも楽しんでいただければということを思いを込めまして、巻物を作らさせていただきます。そうなんですね、はい、本当にいいアイデアだなというふうに思います。とっても素晴らしいですよね。そのちょっとした巻物の中なんですけど、内容が素晴らしい内容が入っていて、皆さんにたくさんご利用いただけるといいなというふうに思いますね。はい、その他今後の取り組みとして、まだ今3曲3種類なんですけれども、今後まだお菓子を作っていくというような計画はあるんでしょうか。はい、来年度各店舗にですね、もう1曲ずつ開発をお願いしまして、はい、合計6曲になります、はい、そうしますと6問線のパッケージで販売できるかなということで、はい、今開発を進めているところです、はい、また再来年平成30年は童謡が生まれてから100周年の記念すべき年になりますので、はい、童謡のコンサートに合わせたスイーツの発表会など、地域産業と伝統文化が一体となった大きなイベントができるように、はい、開発を進めているところです。とても嬉しいお話なんですが、その来年やる予定の、曲目はもう決まっているんですか。ですね、決定しているのは、カエルの笛と、はい、優しいお母様、はい、でもう一曲は今選曲中でございます。選曲中ですか、はい、たくさんの童謡がありますのでね、またその中からいい曲を選んでいただければなというふうに思いますが、またそのカエルの笛、どんなお菓子ができるのかなって思いますよね。カエルの格好してお菓子になるのかしらとか、それか、そうですね、優しいお母様ってどんなお菓子ができるのかしらとか、まあ母親を思い出すようなお菓子になればいいですよね。はい、また各社で考えていきたいと思いますので。そうですか、はい、それってもしかして3曲が決まったとして、どこのお店がどれをやるっていうのはどうやって決めるんですか。どうなんでしょう今回は、今回はどういうふうに。今回はね、割り振りがあって、言われた通りやりましたそうなんですね、はい、そういうことも面白いですよね。例えば優しいお母様で3店舗がお菓子を作って、じゃあそれからそれもそれぞれに3店舗が全部作ってね、カエルの笛でも3店舗が作って、優しいお母様でも3店舗作って、その中でじゃあこれはこのお店にしようとかって、ぜひそんな取り組みをどうかと、また難しいですちょっと提案したいなというふうに思います、はい、原材料との関係もございますので、そうなんです、種類をあんまり増やすと、はい、原材料足んなくなっちゃうかもしれない。そうですね、うん、それとあんずをまず使わなきゃいけないっていうところで、ね、はい、本当に難しいんではないかなと思います。あんずって色が変わったりしますから ね、はい、難しいものを使っての美味しいスイーツ作り、お菓子屋さんのご苦労が本当あるかなというふうに思いますけれども、松代にとってはね、そのスイーツが同様と結びついて、そしてまた大勢のお客様においでいただいて楽しんでいただけるっていうようなこと、うん、それから各ご家庭でもね、スイーツとともに昔からのその童謡をね、
また楽しんでほしいので、はい、例えば歌姫巡りしても、全曲皆さん歌えるっていうんではなくてちょっと残念な時もあるんです、うん、皆さんには最近歌われてないっていうような歌もあったりしましてね。ですから、まあ、今回の取り組みで童謡もそれから松代のお菓子屋さんのスイーツももっともっと皆さんに愛されればというふうに思っています、はいはい、本当に今日はありがとうございました。今日は、あんずスイーツで町を元気にということで、あんずスイーツ研究会の大当会長さんと、地域きらめき事業の方を主に、担当されました、松代市長の市長長補佐小林盛夫さんにご出演いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。理事ですね、ちょっと失敗しましたね。はい、栗林秀夫さんをお招きしまして、はい、お話を伺いたいと思います、はい、ね、面白い話もいただけるんじゃないかとこんなふうに思いますので、そうですね、ぜひ、ね、来週もぜひご覧ください、はい、はい、それでは、はい、来週もどうぞお楽しみに。